日記町は北海道のシれベシ総合振興局の北部に位置し、果樹栽培が盛んな町である。町域はあまり市川流域とその周りの産地である。余市川は市の字を描くように町の南東から入って北に抜ける。川は上流で赤い川村を流れ、下流部の川口付近は余市町中心部なので、日記町は余市川の中流に広がっていることになる。 日記町内で両岸に1、2キロメートル幅の平地があり、最も川下にあたる町境付近では幅4キロメートルほどにもなる。その平地は川上の大江地区までは主に水田に利用され、日記地区では山のすそ野とともに果樹園に利用されている。町の中心市街は日記地区の日記駅前と国道5号沿いに広がる。余市川沿いの住所地名は川上川から、 大根内、長沢南、銀山、その川下に、大江、さらに下流の平野に、南町、東町、西町、北町となる。与い川下流で、平地は、川の東に発達し、西は狭い。その狭い西側流域には、川上川から、差別川の合流点付近に差別、都の川の合流点付近に、都の川、日町中心部と川を挟んで、向かい合い朝日台がある。 1879年11月に、二木武吉ら364名が、徳島県から集団で入植したのが、和人定住の始まりで、翌年に、二木村が成立した。二木町の名は、二木武吉にちなむ。山口県からの移民を中心に、1883年3月に、大江村が成立した。大江は、長州藩を支配した毛利氏の祖先とされる、大江広本にちなむ。 1920年の人口は5476人であった。日記では早くからリンゴの栽培が盛んで、現在まで果樹園が広がる。一方、大江では米作りが盛んであったので、稲とリンゴが町の産業の二つの柱であった。20世紀後半になると、桜んぼ、ぶどうも加えた果樹の比重が高まった。江戸以前明治以降山が多いため、高知は 町の面積の10.5%しかないが、主な産業は農業である。特に、ニキ地区で果樹の栽培が盛んで、リンゴ、ブドウ、サクランボが作られる。野菜も盛んに作られる。水田は高知の半分近くだが、農業産出額の中では13%にとどまる。集配業務は、余一郵便局が担当徳島県の川島町が、ニキ村を作った。 二木武吉の出身地にあたることから、1974年に姉妹町になった。川島町が合併して吉野川市の一部になったことに、伴い、姉妹町関係は解消になった。二木駅2030年度末の北海道新幹線、新函館北斗札幌間開業後は町内を経由する予定であるが、駅や信号場は設置されない。 最も重要な道路は町を南北に通る国道5号で北に余市町、小樽市を経由して札幌市に通じ南には共和町と連絡して遠く函館市まで通じる。北の余市町の近くとは平地続きのため道路網が発達しているが他の町村との連絡は経路が限られる。国道5号は稲穂峠の下の稲穂トンネルによって南の共和町に出る。 稲穂峠に向かうため、余市川を離れる、国道5号からは、北海道道1022号2期赤井川線が分岐して、なお東に余市川沿いに走り、隣の赤井川に入る。北海道道36号余市赤井川線は、冷水峠によって、赤井川村と余市町を結ぶもので、2木町を通るのは、冷水峠付近のごく一部である。余市川の左岸を、 四市町から南にしかり別側まで通じるのが、北海道道755号前別四市線で、この道道は北西に折れてポン差別側の上流にある、差別の廃坑そばまで通じる。市街局番は0135。なお、同じ0135である、岩内 MA 地域にかけるには、市街局番からかける必要がある。市内局番は、主に、日町中心部で32。 銀山地区で33、ありがとうございます。